こんにちは、チェロ奏者の三鉄です。今日は、商品紹介をしたくて動画撮ってるんですけれども、和田ボーグリップ、こちらです。2020年、今年の6月ぐらいに出たみたいで、僕もたまたまインターネットで見つけまして、もう即購入しまして、弓に取り付けて弓の動きを滑らかに持ちやすくなる、そのための道具ですね。使い方を紹介します。すごい簡単で、ちょっと開くようになってるんで、ちょっと開いてた方がいいと思います。ちょっと開いてこの弓にスポッと入れます。でちょっと上下するので、多分一番フロッグ側にするといいと思います。で、自分の、こう構えた時に自分の手前側にこのロゴが来るような感じですね。そうするとここに穴が開いてます。ここに親指を入れます。こういう感じですね。ここに親指入ります。そして、こちら反対側は、この山があって、その両側に中指と薬指をこのように添えます。これで弾くと非常に弾きやすいという。やっぱり弓ってめちゃめちゃ難しいんですよね、持つのが。で、弾いてる途中で、だいたい皆さん普通に持てるんですよ。でも、弾いてる途中で、こう、どこか、まあ、弓先だったり、弓元だったり、あとは、スタッカートしたりとか、重音になったり、ピッチカート、弾いて持った時とか、いろんなタイミングで、弓の持ち方って崩れやすいんですけれども、やっぱこの、親指を入れる穴、これがめちゃめちゃいいですね。と、まあ中指薬指、これ添えることで、いつでもすぐに正しい持ち方で持てるというところが、非常にいいと思います。チェロを始めて、やっぱりあんまり時間経ってない方、それから結構チェロ弾いてても、やっぱり、まあ癖があったりする方多いと思うんですね。特にこの親指のこの反り返っちゃう方、多いと思いますし、僕も初めて多分5年ぐらいは割とこうなってたんじゃないかな。あんま覚えてないですけど、結構やっぱこの親指反らないって大事ですね。で、なかなか難しいと思います。で、そういう方に、まあ、この正しい持ち方をこう体験できる、これがもうめちゃめちゃ大事だと思うんですけど、正しい形を写真を見ながら、こうやってこうやってこうかなって思って、写真見て正しい持ち方で持っても、それ正しく指が機能してるのとは違うんですよね。指が正しい位置にあるのと、その指がその機能を果たしているのは全然違うことなので、どんなに正しそうに合わせても、正しくはならないですね。なんですけど、やっぱこれがあると、これつけて、ここに親指、中指、薬指添えると、絶対に正しい力の入れ方、重さのバランスで持つことができるので、正しい持ち方が体験できる、これがめちゃめちゃ大事だと思います。あ、正しい持ち方でボーイングしてる時ってこうなるんだって、だから弓圧がこうやってかかるし、スタッカートの時こうなるしっていうのが腑に落ちるんです。これがすごく大事だと思います。ウェブサイト見たら、すごいいいこと書かれてあって、人の手っていうのは、人間工学的に球体を持つようにできていると。弓を持つようにはできていないんだというふうに書いてあったのが、もうすごい好きです。で、メールさせていただいたんですね。動画で紹介していいですかっていうふうに。そしたら、ぜひ紹介してください。で、僕が、いろんなチェロで頑張ってる人たちとか、これから始めたい人、みんながもっとチェロを楽しめますから、もうすごく音楽ライフ楽しくなるから、ぜひぜひこれ紹介したいんですけどっていうふうにメールに書いたら、和田さんからご連絡あって、僕もそう思いますと。もうその気持ちは一緒ですので、ぜひぜひ動画で紹介してくださいって言ってくださって、すごい嬉しい気持ちになりました。素晴らしい発明をしてくださったのと、もう心から感心して感謝しております。ぜひですね、これ広めて、
特に中学校、高校、大学、こういうところでですね、やっぱ学校にチェロの人数分7個、8個あると、あのもうその部活でいきなり全国大会行くんじゃないですかねっていうぐらい弓大事ですし、非常にいい商品なので、皆さんぜひチェックしていただけたらと思います。ということで今日は和田棒グリップの紹介でした。バイバイ。